m ムソルマネージメントソリューションズはいわゆる努力根性気合の会社白坂慎太郎の経済ニュースの本質白坂慎太郎です この番組は子供たちに明るい未来をつなぐために最小の資源で最大の成果を出すことで生産性と利益を最大化し続ける戦略を志高い経営者に共有している番組です。はい。 さて、ということで、今回はエムソルですね。マネージメントソリューションズ、なぜ急成長というテーマでやっていきたいと思います。はい。結論は、営業と採用に積極的だからというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい。まずですね、エムソル、マネージメントソリューションズですけれども、まあ、何の会社なのかということで、はい。一言で言うと、コンサル会社ということに なるとということですね、はい、特にまあ管理専門でやっているということです。はいまあ、会社っていうのを大きく3つに分けた時にですね、まあ、川上の経営川中の管理そして川下の現場というふうに分けた時に、まあ、今回のエムソルっていう会社はですね川中の管理にまあを支援するっていうのを専門でやってる会社ということです。 はいでまあ、業界での呼び名だとです、ね、まあ、PMO と呼ばれている、まあ、そういう働き方というか、会社の在り方ということですね、はい、プロジェクト・マネージメント・オフィスということです。 はい、例えばということで、まあ、新製品の開発プロジェクトをですね、これ、顧客企業がやろうとしているのをまあ支援するというコンサルですね。はい、だから、基本的には顧客企業で何かプロジェクトをやりますということですよね。でプロジェクトっていうのは、通常業務とはプラスアルファで別で行われるものっていうのがまあプロジェクトですよね。はい、で、まあ、プロジェクトを成功させるためには、4つの定義っていうのが必要になるわけですけど、まあ それはですね。まあこの後すぐにやりたいと思います。はい、そうした時にまあ顧客企業の方でまあ普通にやっている通常業務以外にプラスアルファでプロジェクトを立ち上げました。ということですよね。はい、そうするとそのプロジェクトのまあ。 リーダーというか、プロジェクトマネージャーがいますということですよね。はい。そして、それ、各事業部からですね、まあ、それぞれの、まあ、代表の人っていうのが集められるということですよね。はい。例えば、営業部から、まあ、何人とか、開発部から何人とか、業務部から何人とか、えっていう形で、例えば、合計15人とか、合計20人みたいな、まあ、1プロジェクトチームっていうのが作られますということですよね。はい。まあ、組織とチームっていうのは、基本的に、まあ、日本語が違う。 わけけですけど組織っていうのは例えば同じ業務を行う、まあ、同室のメンバーの集まりっていうのが組織ですよね、はい、だからまあ例えば営業部っていうんだったらそれはもうみんなが営業をやるっていうことで組織ということですよねで開発部っていうんだったらみんなが開発をやるっていうことで組織ですよねでもうこういうふうに、まあ、例えば営業部から何人開発部から何人業務部から何人ってことになると集まってる人たちはみんなが同じ業務をやるわけじゃない じゃないいいののののでで別々の業務の人たちが集まっているものをチームというふうに言うわけですよね、はい、だからプロジェクトチームっていうのが作られましたということですここに外部の人間ということでコンサルに入るのがいわゆる PMO ですねプロジェクトマネージメントオフィスというふうに呼ばれているものです、はい、だから顧客企業のプロジェクトマネージャーを支援するそういう立ち回りをするということですね はい、で具体的にはということで例えば1、例ということになりますけれども20人のプロジェクトをです、ね、3人で支援に入るということですよね。はい、プロジェクト名、新規プロダクト開発プロジェクトということですね。はい、プロジェクトのの人数っていうのが <laughs> 例えば20人のチームが作られましたということですね。はい、で、まあ、それに対して m ムソルが支援人数3人ということで入るということです。<laughs> はい。ちなみにですね、まあ、プロジェクトの4要件ですね。まあ、プロジェクトがうまくいくためには、最低4つの要件っていうのを満たしてるという必要があるわけですけど、はい。それはですね、まあ、4つを明確に定義しているということが、プロジェクト成功の、まあ、必須要件になるということです。はい。まずは、まあ、目標ですよね。そもそもなぜこのプロジェクトをこ、 やるのかとということですよねプロジェクトの目的、目標っていうのは何なのかということですよね。で、いつまでにそれを成し遂げないといけないのか。 で、いくら以内の費用で成し遂げる必要があるのかということですよね。で、具体的に何を成果としてあげるのかというのを定義するということです。はい。それでこそ、まあ、プロジェクトっていうのは成功する確率が上がるということですね。はい。なので、まあ、定義されてこそプロジェクトということです。はい。では、まあ、目標ということなんですけど、はい。顧客満足度を今よりも20%改善するということですよね。まあ、例えば顧客からですね、まあ、アンケート とまあ 回収してるということであればその顧客からのアンケート顧客満足度のアンケートの数字を20%改善するそのためにプロジェクトを組みますということですよねプロジェクトチームを組成してプロジェクトを実行しますということですはいじゃあどれぐらいの期間でやるのかっていったら、まあ、1年以内でやりましょうということですよね、まあ、プロジェクト期間1年ということですはいじゃあいくらこのプロジェクトでですね、まあ、お金をかけるのかっていうことで、まあ、例えば一例と そして期待成果ということであれば1年以内にですね顧客の声っていうのをまあ見える化する、まあ、そういうアプリっていうのを開発しましょうということですよね。はい、だからまあ顧客の声っていうのがですね、まあ、それぞれ現場単位でですねまあ 経験みたいな感じで溜まってるわけですけど、それがですね、みんながまあ見えるような形でですね、例えば AI 人工知能でですね、データ処理して、今まあ顧客の声として特に大きく上がってるのは、こういう意見ですというのをまあ実際まあ文章という形で見える化する、そういうアプリっていうのを開発して、全社員が顧客の声っていうのをですね、しっかりとこう共有した状態であ、今顧客はこういうことを言ってるんだということで、 それによって顧客満足度を20%改善させましょうその改善を実行するそして成し遂げるために1年間のプロジェクトチームっていうのを蘇生してプロジェクトを実行するみたいな感じですねこういうふうに目標、期間、費用、期待、効果こういったものを定義して初めてプロジェクトということが言えるということです、はい、そしてプロジェクト管理するために工程表っていう いうのを作成して管理しましょうということですよね。まあいろんな部署から人が集まってますから。 だからその目標っていうのを達成する。で、最後期待成果っていうのを成し遂げるために、じゃあ、いつからいつまでは営業部はこれをやってくださいと。いつからいつまでに開発部はこれをやってくださいということで、まあ結局工程表を作成して、じゃあその工程表通り実際に各部署が動いてるかどうかっていうのを、まあプロジェクトマネージャーが管理する。そしてそのプロジェクトマネージャーが管理するのを、まあ PMO が支援するという形になるわけですね。 はい、よって、まあ、PMO プロジェクトマネージメントオフィスというのはですね、まあ、管理者の支援役として、まあ、結局、まあ、プロジェクトマネージャーと一緒にまあ伴走すると一緒に走るということになります、はい、だからまあ例えば課題の管理とかです、ねまあ、進捗の管理だとか、まあ、各種会議の設定招集だとか、まあ、各種報告書の作成だとかあとはその会議を行ったっていうんだったら議事録を作成するとか、まあ、こういったことをやって、まあ、プロジェクトマネージャーをする 助けるということですね。<laughs> はい。ちなみに、ということで、まあ、顧客企業がわざわざ支援役を外注する理由は何なんだということですよね。なんでその支援役を自分の会社から人を出さないでわざわざ外に頼むんだということですよね。まあその頼む理由っていうのは何なんだということなんですけれども、はい。まあ、いくつかあるわけですが、一つ目としてはやっぱり通常業務とプロジェクトっていうのをしっかりと切り分けたいということですよね。はい。だから通常業務っていうのは会社の中の 自社の人間だけけででやってるわけですよでプロジェクトっていうのはその通常業務とは別である意味プラスアルファみたいな感じでやるのでだから通常業務とプロジェクトを切り分ける線を引くために外の人間を入れるというのが一つですね、はい。それから人間関係というしがらみのない外部のプロに管理してもらうことで管理を支援してもらうことでプロジェクトの粛々とした遂行っていうのを会社としては期待したい。 とということですよ、ね、だからいろんな部署の人たちが集まってプロジェクトチームっていうのを作るわけですけど、まあ、みんなそれぞれ通常業務っていうのを抱えてるわけですよ、はい、だからまあはっきり言ったらまあ従業員からしたらまあ単純に業務が増えてるような感じになるわけですよねなのでまあ結構その通常業務優先でプロジェクトはまあ蘇生したのはいいけれどプロジェクトの方がなかなか進まないっていうことがあるわけです、はい、その時にまあ身内の人間だけでまあ結局 やるるととということになると、まあ、結局ですね、まあ、しっかりと例えば業務が行われないとか遂行がですね、まあ、進捗通りいかないということがあるわけですけど、まあ、そこに外部の人間が入っているっていうことで、まあ、外部の人間であればですね、まあ、その外の人間として公平中立にですね、まあ、はっきり言ったら言うべきことを言うとかですよねっていうことで、まあ、プロジェクトを管理するっていうのに、まあ、むしろ外だからこそ外の人間だからこそやれるっていうこともあるということで ですはい、そして、まあ、もしくは、まあ、現実的なところとして、まあ、プロジェクトっていうのは、まあ、通常業務プラスアルファなので、まあ、そこにですね、まあ、人をなかなか割くことができないという顧客企業の都合から言うと、まあ、人材不足による業務代行ですよね。と、はい、いうことで、まあ、業務を一部外の人にはっきり言ってやってもらうというのを、まあ、期待してるということですね。<laughs> はい、またということで今度はじゃあ、まあ、m ソルですよねマネージメントソリューションズという会社のまあ特徴はまあどういったところがあるのかっていうことなんですけど、はい、コンサル業界が川上から川下まで一気通貫っていうのをまあ目指している中でだからコンサルっていうのはどん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 まあ総合コンサル会社っぽくなっていってるんですよねそれが一つの傾向流れとしてはあるわけですが、まあ、今回の m ソルに関してはま川中の管理業務にまあ特化してるっていうのが特徴 職長になっています、はい、なので、まあ、PMO ですね、まあ、プロジェクトマネージメントオフィスなら m ソルっていうのが、まあ、顧客からするとですね、まあ、はっきり言ったら頭に思い浮かびやすい、まあ、指名検索されやすい状態になってるということです、はい、そして、まあ、顧客企業からすると、まあ、頼みたい業務だけをピンポイントで頼むことができるので、まあ、同じコンサル会社に頼むとしたとしても、まあ、比較的安い価格で コンサルを頼むことととがでできるというここすよねこれ総合っていうことになると当然ですね一コンサル会社に支払うコンサル料金っていうのは高くなるということになりますよねだから例えばカーカミの戦略立案からですねそしてカー中の業務の管理ですよねからで最後例えばシステム開発会社に対してのシステムの開発をしてもらうそしてそれをさらに運用補修までしてもらう一気通貫で頼むということになれば かなりの金額をですねコンサル会社に対して支払うということになるわけですけど、今回の m ムソルの場合は、カーナカだけですから、しかもその例えば1プロジェクト、このプロジェクトの管理を手伝ってくださいということで、会社全体とか事業部全体とかっていうことじゃなくて、例えば15人とか20人のプロジェクトっていうのをですね支援を頼むということになるので、コンサル会社にコンサルを頼むという中でも、かなり安い金額で実際 業務を頼むことができるということですね。 はい。一方、m、まあ、ソル側の、まあ、実際ということで言うならば、まあ、従業員ですね。まあ、これは m ソルの従業員ということですけれども、はい、顧客企業に、まあ、実際はもう常駐で入るっていう場合がほとんどだということですよね。だから、m ソルに出勤するんじゃなくて、顧客企業に出勤するっていう感じになっています。はい。だから、まあ、事実上、まあ、人材派遣業って言っても、まあ、いいような、まあ、そういう形になっているということですね。はい。しかもですね、まあ、システムの開発 運用保守っていうカーシモはですねまあ、主要業務でではないんですよね全くやってないゼロってことではないんですけれどもはい一応ですねまあ、そのまあ、事業部っていうのはあってまあ、今度ですねまあ、それは新会社っていう形でまあ、独立させるっていうまあ、そういう計画にはなってますがまあ、このエムソルっていう会社の主要業務では ありません、はい、主要業務はあくまでもカーナカのです、ねまあ、管理の支援ということなので、まあ、従業員の業務にこれ蓄積がないんですよねだからある顧客企業から委託を受託しましたコンサル案件を受託しましたそれに対してまあ顧客企業のところに行って常駐でまあプロジェクトっていうのを例えば1年とか1年半とかっていうのを支援しますでそれで終わりということですよね、はい、これシステムをまあの例えば納品してるっていうこと とことになればその後システムのです、ね、運用業務みたいな形運用保守業務みたいな形でずっとですね結局支援を続けることができるし保守業務っていうのはある程度システムが安定稼働になっていくと結構まあ 業務負担が軽いんですよね、まあ、システムが正常にまあ稼働し続ける限りはまあそんなに保守っていうことでまあ手を入れる必要がないということになるので、まあ、結構こう利益率が上がっていきやすいということがあるわけですけどエムソルの場合は基本的にはもう完全にまあ労働集約ということですよね。もうコンサルでで支援してまあそれで プロジェクトが終了したら終わりという形なので、まあ、基本的には従業員の業務にこれ蓄積がないということですね。はい。なので、もうエムソルは基本的にまあ低単価の案件を会社全体としてまたくさんやるという非常にまあ,ある意味は分かりやすい会社になっています。はい。まさにですね、まあ、典型的な労働集約型ということが言えます。 はい、しかもですね、まあ、顧客の内製化に貢献ということで、はい、お客様のまあプロジェクトマネージャーと一緒にプロジェクトマネージメントに取り組むことで m ムソルに蓄積したノウハウやナレッジをお客様に伝承しますということですね、はい、これによりまあプロジェクトマネージャーの育成とプロジェクトマネージメントの内製化に貢献しますということですよねだから外注っていう形でまあ頼まれてはいるんですけど、まあ、結局1年とか1年半プロジェクトマネージ プロジェクトにま一緒にま同行するっていうか同伴するっていうかま伴走一緒に走るということで相手の顧客企業はあこういう風にすればプロジェクトっていうのは管理できるんだとプロジェクトのま目標っていうのを達成できるんだっていうことがまあわかるわけですよねだからもうノウハウとかナレッジっていうのがはっきり言った顧客企業にま移転するということになるわけですだからはっきり言ったら次からはじゃあもうね今回はエムソルに頼んだんだけどま十分やり方が分かったんでありがとうございます ましたということで、まあ、相手の顧客企業がですねまあ、そのプロジェクト管理っていうのを内製化する、まあ、それにもう m ソルは貢献するっていうふうに言ってるということですはいだからまあ常に新規顧客新規案件っていうのをこれは獲得し続ける必要があるわけですよねだから顧客企業がまあ外注先っていう形で m ムソルにまあプロジェクトの管理っていうのを頼んでくれてたわけですけど顧客企業がまあ内製化して、まあ、自分たちでできるようになったということであれば、まあ、別の顧客 役とかまあ別の案件っていうのを頼むということが必要になるということですよね？ま、それをやり続ける必要があるということです。はい、いわゆるま努力根性気合の会社という感じですね。要するに今業務に蓄積がないんですよね。まずっと同じお客様から同じ案件でですね。まずっと何らかその保守運用代金っていうのを受け取り続けるっていう仕組みにもなってないしですね。お客様が内製化するってことになると。まあ新しい別のお客様。を探 探さないといけないいいととけかですよね、まあ、もちろん同じお客様から別のプロジェクトでまたっていうこともあるんですけど基本的には新規案件っていうのをまあ一つら獲得し続けないといけないということで、まあ、努力根性気合で頑張るる必要ががある会社とということが言えます、はい、しかしですね MSOL、まあ、はまあ人材採用と営業の両輪っていうのをまあ実際今まで懸命に回し続けていたしこれからも回し続けるということですよね。 だから最初会社が上場する前っていうのは、はっきり言ったら人材不足でしたということですね。営業状況に採用が追いつかず、思うような成長ができず、上場を目指しましたということですよね。まあ、上場企業っていうことになると、やっぱりそれだけですね、まあ、求職者からのまあ安心安定感というのがあるので、まあ、すごくまあ優秀な人材を上場企業の方がまあ採用しやすいということで上場を目指したということです。案件営,業を営業で案件自体は獲得できてたんだけど、 まあ労働集約型なので、まあ、それを実際にまあ全部、えー 業務をするだけの人材が追いついてなかったということですよね。で、上場しましたということです。はい、そして、まあ、上場後、採用は増加したものの、それ以上の営業状況となり、営業と採用はまだバランスしてなかったということですよね。はい、それがだん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 、まあ、人材が集まって、採用が順調に進んだことによって、採用への積極投資を行い、人材の降臨が完成しましたということですよね。で、現時点で、まあ、営,業と営業の前輪と合わせて両輪が完成して、 加速段階に入っているというような説明をしています。 はい、なおということで、まあ、自社が量をたくさんやるとですよね、だから営業活動をたくさんやりましたとかですよね、もしくは人材の採用活動をたくさんやりましたとか、まあ、そういう量をたくさんやると、まあ、他社もたくさんの量をやらなければ同じ結果を出せないということですよね。なんでエムソルって成長したんですか、量をたくさんやったからですということであれば、じゃあ、エムソルと同じ結果を出すってことになると、エムソルと同じだけの量をやらないと同じ結果が出ないということなので、 量をやるっていうのは実は強いと。 いうことですよねこれノウハウ勝負ってことになると、はい、ノウハウを相手がですね、まあ、競合他者がまあノウハウを、まあえー、マスターしたとか、体得したとか、真似したってことになると、まあ、比較的簡単にですね、まあ、追いつくってことができたりするわけですけど、もしこれが、ね、ノウハウじゃないんですと、ね、量をやったんですと、ね、たくさんの人を雇って、たくさんの人を研修、教育して、そしてたくさんの仕事をやったんです、だからこれだけ成長したんですということになると、競合が同じ結果を出すってことにな になると同じだけ量をやらないと同じ結果が出ないんで実は量をやるっていうのはまあ参入障壁っていう意味では競合優位性っていう意味では実は結構強いということですね。 はい、結果、まあ、M ソルのです、ねまあ、従業員数は1000名を超えていますということですよね。は,いまあ、はっきり言って売上とか利益の規模からすると、従業員数は1000名というのはかなり多いということですよね。まあ、それだけ積極的にです、ね、500人から750人、1000人という形でどんどん増やしてきているということです。はい、そして、まあ、1000名が業務を懸命に頑張ることで、まあ、M ソルの業績はです、ねまあ、売上っということであれば、直近5年間は44%。 点2%複利でまあ伸びてるっていう数字になってます。はいで、利益に関して言うと、ま5、あ、直近5年ということになるとまあ、91.1%ですよね。だからま1.9倍ずつまあ利益が増えているようなまあ、そういう数字になっているということです。はいでマイクラま,あ、いくらまあ分母の数字っていうのがまだ小さいからということを言ったとしてもまあ、91.1%複利成長ということであれば、ま m、あ、ソルは急成長中の会社ということが。 言えますさすがにですね、まあ、コンサル市場の人材獲得競争の激化ということで、まあ、コンサルっていうのは結局まあどこまでいっても労働集約型なんですよね、まあ、今回の m ソルだけではなくて基本的にはまあコンサル業界とかシステム開発業界とかもしくは M&A の仲介業界とかえ仲介業者とか、まあ、そういったまあいわゆるコンサル、まあ、知的な労働 をやるという分野だったとしても基本労働集約型なわけです。はい、そうするとまどこもま優秀な人材欲しいということなんですよね。で、そのまあ人材獲得競争が激化していることによって、ま求人倍率が3倍になっているということです。要するにたった一人の優秀な人材に対して3社がま結局求人を出しているっていう状態ですよね。ま逆の言い方をするとま優秀な人材であればま3社から1社を自分が選ぶことができるぐらいの数字になっているという。 いうことです、はいつまりですね、まあ、人件費とまあ採用費っていうのが会社としてまあ上昇しやすい状況になってるということですよね。m、まあ、ムソ l はそれを抑えるためにですね、まあ、結構こう紹介とか推薦っていうのを増やしてるっていう状況になってるということです。はい、これがまあ例えばですね、まあ、何らかのまあ人材獲得のためのです、ねまあ、サイトを使うとかもしくはもうですね、まあ、ヘッドハンターを使うとかリクルーターを使うということになると、まあ、結局紹介手数料とかっていうのも結構 もう発生してしてまうのでだからまあ採用費っていうのがまあ上昇しやすい傾向で、まあ、なんとかそれを抑えたいということでまあ紹介とか推薦を増やしてるっていうような状況ということですよね。ただ今までみたいに500人750人1000人みたいな感じでまあどん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 優秀な人材をま取っていくっていうのがまあ難しい状況にはなりつつあるということです。 はい、そして今後は量だけではなくて質の充実というのも問われるということですよね、やっぱりコンサルという形で入るわけですから、もう顧客企業からすると、業務管理のプロというのがです、ねまあ、外から来るという形になっているわけですよね、だからある一定以上の当然、サービスというのを提供するそういう責任というのはあるわけです。はい、でも実際、エムソルの内部事情ということであれば、従業員が500、750、1000という形でガ、ンガンガンっというふうに増えてますから。だからまあ その人たちをですね管理する上司っていうのもはっきり言って足りないし、ですよね研修とか教育っていうのもですねなかなかちゃんとやらないと、ですね人数は増えたものの、ですね顧客企業にそれを提供して、顧客企業が十分なそのサービスっていうのをです、ね、品質っていう意味で満足できなかったとっいうことになると、どうしても成長は止まってしまいますよね。はい、そうなると、今後は量だけではなくて質の充実っていうのも問われるので、MSOL ソルはです、ね、管理体制 ののの強化のために業績予想とといいううを過方修正しているということです。は今回もさらに大きく伸びるみたいな予想を出してたわけですがちょっとここで1回ですね管理体制整えますみたいな感じで業績予想を下方修正をしているということです。はい、とはいえですねエムソルは人材採用と営業の両輪を懸命に回し続けてきたことで利益が急成長中の会社ということですね。 はい、まさに努力、根性、気合で頑張ってるということです。 はい、以上をですね。ま m、あ、ソルをまとめるとはい。まあ、今回はエムソル。なぜ利益が急成長というテーマでやってきたんですが、まあ、強みとしては川中の管理支援にまああえて特化してるって言うのが競合とのまあですね。まあ、差別化要因になってます。ということです。はい、だから顧客からですね。まあ、自宅を受けやすいまあ、そういう会社になっているということですよね。はいな,なので、まあ、例えばプロジェクト管理をどっか支援してくれないかなということでですね。まあ、pmo を,を探してると言った時にあ m。エムソルに 頼もうかなっていうことで、まあ、顧客企業がですね。まあ、思い浮かべやすい状況になっているということです。はい。でまあ、低単価の案件っていうのをまあ、会社全体でたくさんやるって言うのがまあ、今回のエムソルという会社ですね。はい、それに結果、まあ、人材採用と営業というこの両方をま頑張り続けて急成長をしているということです。 はい。ということで、今回は m ム o ルマネージメントソリューションズですね。なぜ急成長しているのかというテーマだったんですけど、結論は営業と人材採用に積極的にやっているからというのが今回の結論です。 そして、最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目はですね、白坂のメルマガ登録特典ということです。はい。株式投資で資産を10倍にする方法など、特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい。2点目です。はい。AI 革命2.0ということで、まあ、昨年より大きな話題になっている AI に関連してですね、 AI 革命2.0という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができますもし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴くださいあなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を